国内でハシカの感染が拡大しています。都内でも今月に入り海外渡航歴のある2人の感染が確認されていて、東京都は注意を呼びかけています。ハシカは発熱や咳、鼻水など風邪に似た症状が出るもので、同じ空間にいるだけで空気感染する感染力が極めて強いウイルスです。今月に入り都内でもハシカの感染が確認されています。東京都によりますと、アラブ首長国連邦から帰国した大阪府の20代の女性と南アジアへ渡航歴のある5歳未満の男の子を含む2人が確認されているということです。女性と男の子の感染経路は異なると見られていますが、いずれも都内の別の飲食店に滞在していて、不特定多数と接触した可能性があるということです。東京都は小学校入学前までのワクチン接種やはしかを疑う症状がある人は医療機関に連絡するよう呼びかけています。では、はしかの症状や対策について詳しく見ていきます。はしかはウイルスによる感染症で、感染力が非常に強く、マスクでは防げず、はしかに対する免疫を持っていない人が感染している人に接するとほぼ 100% 感染するとされています。感染経路は主に空気感染で、飛沫感染や接触感染でも感染します。症状としては10日から12日間潜伏し、その後38度以上の発熱および風邪の症状が2日から4日続いた後、39度以上の高熱とともに発疹が出るということです。重症化すると肺炎や脳炎などを引き起こし、1000人に1人が死亡すると言われています。で、今年に入り国内で12人、そして都内でも3人の感染が確認されていて、すでに2021年と2022年を上回っていて、感染の拡大が懸念されています。これはなぜ増えてきているんでしょうか。はい、感染者数が増えている要因として考えられるのが、コロナ禍ではほとんどなかった海外からの人の往来です。日本では2015年に WHO 世界保健機関の西太平洋地域事務局によりハシカの排除状態にあることが認定されていて、近年のハシカの発生は海外からウイルスが持ち込まれ国内で拡大しているとされています。予防策としてはワクチン接種のみとなっていまして、2回接種することが望ましいとされています。